この床の色、周りの色と少し違うわ。私の目はごまかせないんだからね。地下道への入り口？なるほどね。これを見落としていたなんて、あの村の守衛たちはデクノボの集まりってとこね。これがこの辺りからむしり取ってきたお宝ってわけね。人を泣かせて集めてきたかと思うと、お金も金塊も泣いてるってもんよね。村に戻って守衛にこの場所を教えてやってもいいけど、私が叩き潰してやる。何これ、鍵？盗賊団が帰ってきて鍵をかけたっていうの？ふん、盗賊の分際で私を捕まえようだなんて大きく出たものだわ。バカが、お前がここまで来るのを待ってたんだよ。これで生け捕りだ。労せずして売り物が増えたってわけだ。バカですって？この私が？いい度胸じゃないあんたたち。すぐに出て行ってぶちのめしてやるんだから。おお！狼？盗賊団が飼い鳴らしてご飯を抜いて腹を空かせたところを送り込んできたってことね。そう、悪いけどそう簡単にはいかないわ。かかってらっしゃい。恩人よ、貴殿を喰らうなど滅相もなきこと。あら、あんた、いつか助けてやった狼じゃない。なかなか気の利いた時に現れたわね。どうやってここまで入ってきたの？拙者、名はサウルスと申す。この鉄道を通り抜けることなど、たやすきこと。なれど、情けなくも、拙者が宝物の腕輪を落としてしまい、変化して貴殿を救うことかないません。面目ない。情けないこと言ってるけど、その腕輪ってこれじゃないの？この前落としたから、拾っておいてあげたわよ。おお、まさに拙者が宝物。これで貴殿をお救いいたすことができますぞ。狼が喋っても驚かないけど、さすがに人間になられると驚きね。で、あんたは何者なのよ？説明しているいともはありもうさぬ。まずはここを解く離れましょうぞ。拙者先に参り、梅払いをして参りますゆえ、ごめん。深く、かように早く敵に見つかるとは。てめえ、どうやって逃げやがった？面倒くせえがもう一度捕まえてやる。はあ、誰が逃げたって？私はあんたたちをぶちのめしに来たのよ。サールス、あんたも協力するのよ。承知、お任せあれ恩人殿。参る。これでも食らえ。拙者が来るのに異なる。はあ、激しくいただきやがれ。これでも食らえ。貴殿に弱さが見知れるか。任せなさい。拙者が今の旅に出直してまいる。はあ、
拙者が立て、いかがに。ごめん、浅瀬、手応えなかったわね。ふぅ、すっきりした。ね、もういいんじゃない。どうして変身できるのかさっさと教えなさいよ。しからば妄想。拙者、獣人族の村の出ゆえ、人間の言葉を話すことはできます。なるど、姿を人間に変えたくば、獣人族に伝わりし、宝物の力を借りねばなりません。先頃、クライスト村にて、罠に捕らえられし時、宝物がうさえ、ほとほと途方に暮れていたところ、その度の貴殿の助け、誠に片付けない。大したことじゃないわ、旅のついでなんだから。あんたはもう二度と腕輪をなくさないように気をつけて帰るのよ。じゃあね。いいな、お待ちあれ。拙者が命、貴殿に救われし者ならば、貴殿のために生きるが道理。どうか終生お供をするお許しがいただきたい。お供？私のお供になりたいっていうの？そうね、狼のお供っていうのも新鮮でいいけど、あいにく犬小屋は持ち歩いてないのよね。かような心配はご無用。拙者犬ではござらぬ。まったく恩人殿もお人が悪い。